皆さんこんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は初めてのドラムということで、初心者のドラマーさんに向けてドラムのレッスン動画を作っている最中でございまして、この5本目の動画では応用編的な内容で音色のコントロールについてお話をさせていただこうかなと思います。音色のコントロールです。叩く場所を変えたりとか、叩く楽器を変えたりとかして、ドラムというのはいろんな表情を出すことができるんですけれども、どんな表情があるのかと、そんな話をさせていただこうかなと思います。ちょっとこうね、上級な内容、応用的な内容、少しこう難しいところではあるんですけれども、まあ、ちょっとここがね、ドラムの面白いところですので、ぜひ覚えておいていただけると嬉しいという感じです。まずこの右手の基本ビートを叩く位置。まあ、先ほどの動画で8ビート練習したかと思うんですけれども、8ビート、クローズハイハット。ハイハットを閉じた状態で弾いて叩いていきました。けど、これをね、そのオープンハイハットにしたりとか、ライドシンバルにしたりとか、クラッシュシンバルにしたりとかして、いろんな表現をすることができます。順番にやってみますと、まずクローズハイハットでやる場合、やっぱこう、おとなしい響きがするので、曲の出だしとか、A メロのところとか、もしくはその伴奏のところとか、おとなしくしたいところで、これを使います。やってみましょう。で、その次にハーフオープンというものを使ってみましょうか。ハーフオープン。ちょっとペダルをある程度踏んで、半分空いている状態を作るんです。そうするとすごいやかましい感じになるんですけれども、勢いを出したりとか、こう派手な感じ、なんかこうね、ガシャ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 と、なんかこのやかましくしたいときに使います。で、その後にオープンハイハット、完全に開けた状態でちょっと叩いてみますね。どんな違いがあるか、ちょっと耳で聞き比べてみてください。いきます。まずクローズから、あ、クローズじゃないや、ハーフオープンから。叩いているリズムとかは、まあ、ずっと同じなんですけれども、このハイハットの開け閉めをするだけでだいぶ印象が変わりますよね。そのクローズとハーフオープンとオープンハイハット、まあ、それぞれその、ね、皆さんがどう感じたのかを、ね、ちょっと覚えていただいて、まあ、こういう時にはこういうのを出すのかなというイメージを作っていただけると幸いでございます。そしてその次、紹介させていただきますと、ライドシンバルですね。ライドシンバル。これもまた、なかなか面白い楽器でございまして、叩く場所で音が変わります。外側を叩けば、ちょっとこの厚みのある音になって、真ん中ら辺を叩くと一番細いきらびやかな音になって、で、真ん中のこの膨らんだ部分を叩くとカップって言い方するんですけれども、ちょっとカキンカキンしたちょっと特徴的な音が出ます。ちょっとこれも叩き比べてみましょうか。順番に外側から、切り替えてやってみます。これで見えるかな？いきます。でしょでしょ。ちょっと音を聞いてて分かりましたでしょうか。やっぱなんか全然音色が変わりますよね。で、この音色が変わったことによって、そのドラムセット全体の雰囲気というのがやっぱり変わってきているとわかるかと思うんですけれども、このコントロールをうまくできるようになるとすごく面白くなってきます。ちょっとさっきなんか遊んでその、ね、カップと外側をちょっと交互にやろうと思ったらすげえ失敗してしまったんですけれども、ああいう使い方ももちろんありですよね。ちょっと部分的に使うみたいな感じで。で、その右手を、ハイハットとかライドとかに置いて叩いていくんですけれども、クラッシュに置いて、叩いていくことももちろんあります。そうすると、やっぱすごいこの、ね、ロックなやかましい響きになります。ちょっとやってみましょうか。
困難です。とってもやかましいですよね。とってもやかましいですよね。まあ普通にアクセントをつけるためのクラッシュシンバルなのに、ね、クラッシュシンバルを基本のリズムに使ってしまうというそういう荒技もあったりとかします。でまた右手はロータム、フロアタムに置いたりすることもあります。やってみましょう。なんか右手の位置を変えるだけでなんかいろんな雰囲気が出るのが分かったかと思うんですけども、どうでしょうか。こんな感じで基本のリズムをどこに置くかで雰囲気をガラッと変えることができるので、サビではどんなフレーズを叩こうかな、どんな雰囲気にしようかな、 A メロではどんな雰囲気にしようかなみたいな感じで試行錯誤してアイデアをいろいろ出していくと、ドラムというのはもっと面白くなってくると思いますので、ぜひとも覚えておいてくださいませ。そしてその次は左手でこのスネアドラムを叩く位置の話をさせていただこうかなと思います。これちょっとコントロールが難しいんですけれども、基本的には真ん中よりも、ちょい外側、大体まあ3分の1ぐらいですね、真ん中よりも3分の1ぐらい外に向かったところ、この辺が一番いい音がするとされております。真ん中よりも3分の1外側けれども、真ん中叩いても外側叩いてもいろんな音がするわけなんですよ。やってみましょう。こんな感じ。で、オープンリムショットっていう言い方をするんですけども、この縁の部分、枠の部分、枠と、このヘッドの部分、ここを同時に当てるという奏法もあります。こことここで同時に当たるわけですね。打面とこの枠と、ここを同時に当てていくんです。そうすると、カンカン音が鳴ります。やってみましょう。ちょっと一気に叩いてみましたけれども、なんかね、同じスネアドラムなんだけど、なんかいろんな音色が出てるのがわかるかと思います。位置を変えたりとか、リムをかましたりとかして、まあ、いろんな音色を出していくという感じですね。で、ちょっと途中でその僕がカツってこういう音を出しましたけども、これは単純に失敗です。上手い人になるとね、こういうカツって音を出さずに、ね、ちゃんとこのオープンリムショットすることができるんですけども、まあ、ちょっと僕はそこまで上手くないので。まあ、ちょっとカツって音が出してしまいましたが、カツって音を出してしまいましたが、あれはまあ失敗ということです。そんな感じでしょうか。まあ、もっと言えばね、そのタムだったりとか、バスドラの踏み方とかでもいろんな音色があったりとかするんですけれども、とりあえず今回僕が皆さんに覚えておいてほしいのは、右手のこの基本リズムを叩く位置と、スネアの位置ですね。この2つです。これらをうまい具合に駆使して、叩いていくとドラムがとっても楽しくなりますので、ぜひとも覚えておいてくださいませ。はい、それでは5本目の動画は以上でございます。ちょっとね、抽象的な内容なんで、だからって話になっちゃうかもしれないんですけれども、まあフレーズに合わせた、曲の雰囲気に合わせたドラムが叩けるように、まあちょっとこんなことも覚えておいていただけると嬉しいなという感じです。それではまた違う動画でお会いしましょう。さよなら。